練馬区の話題です。区内の事業者が製造した自慢の漬物が勢ぞろいする練馬漬物物産展が2月3日4日の2日間ここ練りで開催されます。こちらは幻の大根と呼ばれる練馬大根を使ったたくあん漬けのほか、べったら漬け、奈良漬け、浅漬けなど様々な漬物が販売されるイベント。中でも練馬の伝統野菜練馬大根を一本一本天日で干し上げ、米ぬかと塩で1ヶ月以上漬け込む昔ながらの製法で作られている練馬本干したくあんは例年好評で、去年はおよそ1200本が販売されました。そのカリッとした歯切れの良さが人気で、素朴で懐かしい味がするとまとめ買いする人やリピーターも多く、この時期にしか手に入らない一品となっています。自慢の一品が並ぶ練馬漬物物産展は2月3日4日の午前10時から午後7時までここ練り3階の区立区民産業プラザで開催します。年に一度の漬物の祭典、ぜひお出かけください。